いなべにある、まあ、豚を使って、いなべの鹿ですね、野生の鹿を使って、まあ、ハムですとかベーコンですとか、あとソーセージで、まあ、私の一番好きなフランス料理の惣菜のテリーヌを、製造しています。フランス料理は、もう本当に、30年ぐらいですかね、やってるんですけども、まあ、中でもそのテリーヌというものにとても惹かれまして、フランス料理は足し算なのかなっていうふうに思ってまして、テリーヌが結構そういった要素を持っているもので、もう何でも加えられるので、素材の持ってるうまみというか、もうそれはやはりそのまま生かしたい。中に入る素材によって表情が変わってきたりですとか、あとは香りですね。で、火を入れることによってまた出てくる香りっていうのもありますし、もうそういったのものも一番いい状態で出したいっていう思いはありますね。焼いてからですね、どれだけ寝かせるかっていうのもポイントもありまして、長いもので1ヶ月ぐらい。テリーヌはですね、パンと一緒に食べてもらいたいって思いが強くてですね、そういうふうに食べられる食感にしてますね、はい。で、それはもう一つ、子供に食べてもらいたいと思ったので、あまり大きい肉は入れてないですね。私は小さい頃からですね、なぜかフランス料理の料理人になりたいってずっと言ってまして、高校を卒業してすぐに、まあ、ホテルに入ってフランス料理を学んだんですけども、まあ、その時からそうなんですけど、やはり日本のフランス料理ってすごくレベルが高かったと思うんですね。十分日本でも学べると思うんですけども、やはり何か必要なのは、そのフランス人と接して、フランス人の方がどんな思いでこのフランス料理を作ってるのかとか、風というか空気というか、そういうものをやっぱり感じる必要はあるなって、やはりやっていく中で、それをやっぱり感じないことにはフランス料理は作れないなって思ったんですね。私はフランスのですね、山の方、モンブラン寄りの方で働いてたことが多かったんですけども、テリーヌとかハムですとかベーコンですとか、普通一般の方々も作ってるんですね。結構今日作るぞみたいな感じで、こう肉がバーンときて、もうそれこそ計らずに、もう本当に目分量適当にバーンと作るんですね。でもね、すごく美味しいんですよ。郷土料理というか、まあ、そういったものにより一層こう惹かれたというか、フランス料理ってこういう料理なんだなっていう。で、そういうものを食べたフランスの子供たちが大きくなって、フランス料理をこう作ってる、やっぱりものはあるので、例えばこう私が料理を作って、若いスタッフの子に、これがね、この感じなんだよって、これがフランス料理なんだよって言っても多分わからない、それだと思うんですけど、でもやっぱりその私からすると、こっちではなく、これがね、フランスの匂いっていうか、そういうなんかこうフランスらしさがこれなんだよっていうところだと思うので、例えばそれがテリーヌだったりとか。店内で出しているソーセージ、ホットドッグに仕上げるときには薪の火を使ってるんですけども、フランスにはまあ、暖炉があったりですとか、でそこでこう冬になると火が焚かれていて、で目の前に少しなんか煮込んでるようなものが置かれてたりですとか、炭ではなく薪というところにもやっぱり意味がありまして、炭だとですね、ちょっと温度が高いんですね。でちょうど薪の温度、パンとソーセージを焼く温度に私は一番適しているかなと思ってまして、この薪はいなべの山ですとか、隣の小諸の方の薪なんですけども、間伐材を使って、持続可能なその調理法っていうものもやはり考えてまして、より負担のかからない
ことはできないのかなっていうところから、ここでは薪を使って調理してますね。もう元々田舎でテリーヌですとかソーセージですとかを作りたいって思いはもう昔から持ってまして、生産者に一番近い場所、これがやはり私の中で大前提なので、で野菜にしかり鹿もいますし、ね、本来であればイノシシもいますし、そこで作るっていうことがすごく自分の中で一番腑に落ちるというか当然というか、物自体はですねもう本当にいい状態でどこへでも多分行けると思うんですけども、やはり距離が離れれば離れるほどやっぱりいろんな気持ちって離れると思うんですね。生産者にやっぱり一番近い場所っていうのはやっぱり顔つき合わせて話せることがやっぱり一番重要で、今日どんなんだったとか、今日野菜ちょっとこんな感じだったねって話もできますし、でまあ肉にしても今日はちょっとこういう感じでとか、今度こういうふうにしてやらいいなとか、やっぱりそれを作る人がすごく、大好きで、でまあそういった中で私のこの仕事のスタイルっていうか、そういったものはできてるんだろうなと思いますけどもね。このいなべのこのところに私がいる意味っていうのはやっぱりそういったこと で、まあ、そこにいて、あこういう店ができて、あこういうことをやりたいんだなっていうことをやはりもっとこう伝わるような、そういうお店作りってすごく大事かなと思いますね。ある意味森の中でね、生えてるものを食べるぐらいがちょうどいいかなと思うんですけども、やっぱり人間っていうのは商売ですとか、まあ、そういったものを考えると、やはりうまくして量を作ってでうまく売りたいっていうやっぱり考えると思うんですけども、やはりなんかこうもっと自然らしい、農業だったりですとか、まあ、そういったものに向かっていければいいなとは思いますね。例えば添加物のいっぱい入ったものをお客さんがバンバン買えば、これは投票と同じで、それを支援して応援していることになっているんですね。やっぱりそこをまずどこに投資するべきかっていうのはすごく大事だと思いますね。食べるものによってもう今後の生活とか今後の未来まで多分私は変わるぐらい食べ物ってすごく大事だと思うんですね。元々私はあんまり商売気がないので本当にあれなんですけど、はい、もうよくね奥さんからも、本当もうちょっと商売気出してもいいんじゃないのってよく言われるぐらい、もうなんかこう美味しいものを作ってそれをこう食べてもらって、そのお客さんがそれでこうバッてこう笑った時とか、まあ、それだけがなんか楽しみみたいなもので、なんかもっと変なあれかもしれないですけども、私たちの理想は縄文時代なんですよね、はい、縄文の思いというか、なんかそれぞれが好きなことをやって成り立つ世界っていうか、で嫌なものはやらない、でもそのやってない人に対してなんでやらないんだとも言わないっていうか、その人がやりたくて例えば魚を取ってきたら、じゃあそれを魚みんなで分けましょう、で食べたい人は食べればいい、僕は魚が取るのが好きだから取ってくるけど別にそれは、ね、みんなに与えるからっていう感覚で、ずっと寝てても別に問題はない、その人は寝たいから寝る、うん、でも別に寝てる人に対してお前なんで寝てるの、魚取ってこいよって誰一人も言わないっていう、なんかそのそういう世界っていうか、好きなことをやって過ごせば一番いいじゃないですか。でそれで誰かが周りが喜べば、そんな素晴らしいことないと思うんですね。だからもうなんかそれに尽きるよねっていう思いはありますね。なんかもう自分の好きなことに没頭して楽しかったって
思える人生の方がやっぱりいいなと思うんですよね。なんか、それが一番幸せかなって思いますよね。